お医者様はおっかなびっくり飲んでみました。うわ、なんだこの味は。あまりの不思議な味に思わず吐き出しそうになりました。こんな気味の悪いものをいきなりお姫様に差し上げるわけにはいきません。誰かが試しに飲んでみようということになったのです。やっぱりまずいですか。角が生えてくるのではありませんか。うわぁ、恐ろしい。これじゃあお姫様にはとても牛乳だなんて言えないな。みんなは相談を始めました。殿様がお薬を送ってくださいました。まあ嬉しい。どんな薬ですか。それがその牛の。え、牛ですって。いや、とんでもございません。牛の助という薬屋が作ったのでございます。お医者様は苦し紛れに嘘を言いました。はあ、牛の助ですか。お姫様は不思議な顔で牛乳を飲みました。おいしい。これから毎日飲みましょう。こうしてお姫様は元気になりました。お姫様はとても喜んでお医者様を呼びました。おかげで元気になりました。牛の助に礼を言いたいのですが。これは困りました。牛の助は変わり者でして、その体中に毛が生えております。良いではありませんか。さ、早くこちらに呼びなさい。いや、実は角まで生えているのです。それは鬼ですね。まさか私に鬼の薬を飲ませたのですか。いえいえいえ、鬼ではございません。もうと鳴くので。するとお姫様はニコニコ笑いながら言いました。もうよい、大丈夫です。あの薬は牛乳だったのでしょう。お姫様はもちろん知っていたのです。それが牛乳だということを。だって小さな頃から殿様と一緒に飲んでいたのですから。お姫様はそれからもずっと牛乳を飲んだということです。